どうも、お疲れ様です。FX オリガルヒ、週刊オリガルヒの時間です。今週振り返るのは11週目になりますね。えっ、ー、と、13日から始まって、17日までの5日間、ホワイトデーのことをね、ちょっと話したこともありましたけども、皆さんいかがだったでしょうか。えー、今週はですね、11週目はですね、まずは混乱から始まっていって、材料で大きな動きがあっての週明けでしたね。えー、そして、最初の 1>, 1日目デイリーを見てこの下髭、上髭、実体のこのローソク足をね見ていきましたでえっ、ー、と見たのはここです一番先っぽのやつですねこの形になると方向性が月曜日からは特に見えにくいんだよってことでお話ししましたどっちに向かうのかわからないその理由もお話ししましたのでどうしてなのかなと気になる方はこの実体と ヒゲのメカニズムっていうのは非常に大事なんでね、えー、ぜひ月曜日の動画の方をご覧ください、えー。それでは同じ月曜日なんですけども、難しいからといって何も決めないわけにはいきません。とりあえず、このようにね、13時には一旦レンジを決めました。仮設定ですね。月曜日の仮設定なんで、実際にエントリーする必要はないんですが、ここがものすごく重要な1週間のヒントになります。 上が133円の635、下が133、134円の945ということですね。この間で、どっちの方向に向かうかなってことです、はい。ここで、一定の方向性をまず測っていくわけですよね。はい、じゃあ火曜日になります。火曜日には実際に仕掛けていく13時が始まりましたけども、決めたレンジの中で、 このレンジオプションで今ならいけるなっていうところが現れました。その一つがですね、こういう風に下がっていった材料からずっと下がっていったわけですけども、ここで転換したんじゃないかなってことですよ。転換ってのはここから上に向かうってことですよね。そうなると今レンジオプションで決めてるところ、ここまでは追っかけていけるんじゃないかなっていう風な仮説が成り立つわけですよ。この辺詳しく火曜日にお話してますので、なんでそうなるのって方は火曜日をね、ご覧ください。えー、そして仕掛けていこうの火曜日。 夕方ににはこういういなりました、はい。結構伸びましたねこういうふうに伸びていったわけですよですんでレンジオプションを組んでいた私の立場としてはご覧になってる皆さんにこっからここまでの含み益をもたらすことができたってことですよねでまあ時間も時間なんで今日は理覚して、まあ、終わっていきましょうってことでまあ火曜日はね、えー、しっかり観察する日になりましたけども あ月曜日か、月曜日はしっかり観察する日になりましたけどもえ材料を開けての月曜日をしっかり観察したんで火曜日はこのように正確に利益が取れたってことになりますまずここで一利益ですねそして水曜日ですずっと伸びていった上昇トレンドこれ15分足を見てますけどね15分で細かく見ていったんですよ先ほどの例からずっとここで利確したんですけども一旦下がっていったものがまたねずっと伸びていってこのまま上昇トレンドどこまで続くかなってことだったんですけども内側に入っていって再度 レンジオプションのこのののレレンンジジ中に入ってたわけですよレンジのプライスってのはこことここですよ、ね、ずっとこの2つのプライスが使えてるわけなんですけどもまあ騙しっていうふうに言われてねレンジオプションを組んだ時に一旦外に出るわけですよ外に出てブレイクかなと思ってポジション外したらなんとね元に戻ってしまうという、まあ、これがいわゆる騙しってやつなんですけどもあの私はねこのえぐれた状態って表現することが多いんですよ ちょっとえぐれたんだけども結局はレンジの中に戻るよねってやつですですのんでいわゆる騙しってやつもきちんとレンジオプションの戦略の中に入れてるってことですよねえー、水曜日の動画の方細かくご覧いただければこの辺がわかると思いますはいじゃあ木曜日ですねいよいよ佳境に入ってきます木曜日はいダーンとそうですねあの騙しという風なところを先ほどお話ししました こういうふうにはみ出してはみ出していくわけですけども結局レンジオプションに戻るわけでしょそしたらここでセルを入れたらなんとね今回もここからここまで頭から尻尾まで取れるわけですよで今度はレンジオプションの下の方に騙しが向かいますそのサインがここに矢印をつけてるところですねだからまた戻っていくわけですからここでまた倍を入れればいいよねってことになるんですよこうやってレンジオプションってのはレンジの中だけで考えるんじゃなくて ちょっと余裕を持った外側の方もマークしていくってことなんですよね。その場合に、こういったヒゲがヒントになるんですよ。このヒゲを抜けたらブレイクだけども、このヒゲを抜けない限りは、えぐれている。つまり騙しだっていうふうに判断することができます。まあこれはですね、ここまでヒゲの解説をできる人っていうのはなかなかいないと思いますので、FX オリガルヒに参加された方の特典だと思ってくださいね。これを攻略するとね、かなりレンジに戦略の幅が広がります。まあ言ってみれば、利益の 違いがここに出てくるわけですよねはいじゃあ木曜日え夕方はどうでしょうかこんな形になりますねあのレンジオプションで、えー、も,うもう戻っていったわけなんですけどもなんかねこちらとこちらのレンジの半ばで反転して下がっていってしまったんですよですんでレンジを成形しました新しく作り始めたってとことなんですよそのレンジ幅をもう急遽ここに設定したわけですよねで 今後はこれで勝負しましょうという形で金曜日に向かうわけですさあ利益を取り続けて最後の金曜日ももう一勝負もう一エントリーで利幅を取っていきたいなというところですね金曜日いかがでしょうかはいじゃあ最後金曜日でございますえっ、ー、とね成形した新しいレンジを黄色で囲いました本当はねこことここのプライスで取りたかったんですけどもどうも崩れたみたいなんでえっ、ー、とレンジをやり直してここに設定したわけですよ そうするとどうでしょうかまずは、こっからここまでのリハバが取れますねっていうことと、こっからセルでエントリーして、リハバも取れてますよね。これを金曜日に、えー、午前11時のあたりで放送してるわけですよ。で、午前6時の放送の時にセルで入りますよって言って、それから5時間後ですから、5時間分のこの含み駅がここに出ているってことになります。はい。じゃあね、金曜日、いよいよ大詰めですけども、 ずーっと追い求めていったら、ここで反転したんで、まあこの辺でいいかなと思って、20時、時間も時間なんで、ここで店じまいにしました。で、金曜日も結局、勝利、勝利に次ぐ勝利で、最終的に金曜日も勝利を取って終わったわけですね。はい、これで一件落着ということなんですけども、ちょっとね、後日談があります。それがですね、土曜日の3月18日、朝5時。まあたった今ですよ。今この時間に見ると、こうなってるわけですよ。 まあ、あの、これはね、店じまいした後なんで、18時に、しょうがないんですけども、一旦上がったものが大きく下にブレたわけですよね。ま、そうなると、あの、新しく設定したレンジも、もうぶち抜いちゃったわけですよね。うん。だからもう新しいフェーズに入ります13。131円台です。かなりの円高になってきました。というところでね、え来週の月曜日、12週20日からは、あの、この133円の110よりも、下に展開するという運びで、スタートすることになります。 じゃあ続きはまた明日ということになりますので、今週の FX オリガルヒ、えー、ぜひね、あのー、すごく利益の詰まった一週間になりましたんで、えー、いろんな技術を詰めて皆さんにお届けしております。で、結構今週はね、見れた人ほど利益が取れたんじゃないかなと思いますし、で、利益とともに実力も多分上がってると思います。今週の11週のですね、まあドラマっていうのはかなり皆さんに力をつけることになりますので、ちょっとね、今週なかなかリアルタイムで見れなかったよって方、 ぜひこの週刊オリガルヒを見た後に一日ごとの復習をしていただければかなり力がつくこと浮き合いでございますはいじゃあ以上でございますねではまた明日お会いしましょうどうもこんにちはストッカ塾の久保です今回は FX オリガルヒのご案内をさせていただきますまあ人生100年時代といいますけどもね50歳を過ぎた時にまだ残り人生半分あるわけですよこの50年を どのように切り開いていくかそして金銭的な自由と時間的な自由を手に入れて楽しく健康に生きていくかやっぱり心配になりますよね私もまだまだね安心しきったわけではないんですよその中でそううは言っっててても50過ぎるるるとととでできることって限られてくると思うんです。しかし私はねこの40代を過ぎて後半の5年6年を FX に捧げてみて思ったのは時代がどう変わっても FX はそこに凛としているなってことなんですよ つまり FX を一回攻略してしまえばお金と時間の自由からはもう完全に解放されるんではないかなとところなんですよねそして FX っていうのは上がるか下がるか超反爆死みたいなもんでどっちかにかければいいわけなんですよ、まあ、ちょっと乱暴な言い方になりますけども何も知らなくてもゴブゴブでやっていけけるわすんで FX の勉強っていうのはこの五分五分のバランスをちょっとだけ傾けて4対6ぐらいにすればもう OK なんですよ あとは投入する資金によってお金の増え方の角度が変わっていくってことになりますで今回ね7年間みっちりと私が毎日放送を繰り返しながらやってきたこの FX オリガルヒ多分この動画をご覧になってるって方は、まあ、そこそこね FX オリガルヒの購入のご検討の意思が固まっている方だと思いますその方に最後のご案内としてですね FX オリガルヒは実際にどのようにやって学んでいくのか そして動画の講義っていうのはどのぐらいのペースで行われているのか実際に使っているポータルサイトと実際に使っている YouTube チャンネルを紹介しながらお話しようかと思いますでこの FX ウェガルプレセールは2022年の6月だったんですよその時は29万8000円のプレセール価格だったんですけどもただ動画は1本もなかったですこれから始めますよっていう掛け声だけで、えー まあ8名のね限定枠のところをなんと15名の方が参加してくださったんですよね非常にありがたいスタートになりましたそれから毎日日々講義や Q&A や積み重ねた動画っていうのがしっかりとたまりまして今令和5年2023年の3月を過ぎたわけですけどもここに来てですねもう本当にねもうあっちもこっちも隙のないコンテンツになりましたさらにこれからどん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 コンテンツは追加されていきますので 参加するタイミングとしてはかなりいい時期なんじゃないかなと思いますただし信頼と価値が高まったところでね実績者も出てますので価格は予告の通り上がっております令和5年価格は49万8千円ですえ販売期間によっては得点がついたりとかね値引きみたいなものもあるかもしれませんけどもこの動画をご覧いただいているということはそれなりの得点がついてるんじゃないかなと思います ただし、正式な販売価格は49万8000円ですからね。どんな特典がついているのかっていうのは、この令和5年の3月の時期によるかと思います。通常は何の特典もつきませんので、そういう時にお申し込みいただいた方は、まあ、それでも得ですけどもね。はい、で、前回プロモーションをかけさせていただいたのは、2022年の12月ということで、その時もお二人の方が参加してくださいました。現在、26名の方の登録で、FX オリガルヒが進んでおります。 だいいたね1か月にお一人かお二人だったら私のサポートはあー今のレベルでできるんですよさすがに1か月に5人とか10人入っちゃうと私のサポートは追いつかなくなりますそのぐらい細かいことをやってますほとんどマンツーマンでの感覚でやってますんでね、まあ、ですんで丁寧なサポートを長いこと受け入れることは受け合いです、えー、これからね少なくとも10年はこのペースでやっていこうと思いますので私の50代とともに一緒に f x ライフを身につけていきましょう そしてお金と時間の攻略をしていきましょう。それでは画面を切り替えますので、まずは FX オリガルヒのポータルサイトと YouTube チャンネルの方をご覧ください。はい、えー、今回はですね、実際に FX オリガルヒに参加したら、どんな形で学んでいけるのか、そのメインサイトの紹介をしようかと思います。えー、今ご覧いただいているのが FX オリガルヒのポータルサイト。 22年の6月というスタートの起点が書いてあるページですよね。こちらの方は基本的に最初の1回だけご覧いただければもう十分かなと思ってます。動画が2つついてあってですね。あと私のまあ決意みたいなものがここに書いてますね。で、えー、次、講義っていうところがありますので、講義っていうところをタグをタップすると、2022年の6月には全くなかった講義ってものがすでに今、 令和5年の3月に入ってはもう32の講義が追加されてますのでえこちらの講義はね実際に FX オリガルヒを攻略する上で使った現場で使えるテクニックが技術が盛り込まれておりますえここでね大きな差がつきますのでえ今まで初級編中級編と学んできた方もここはあ上級編の講座だと思ってねしっかりと確認して身につけていただきたいと思いますこれは現場でも結構出ますんで あの重要なテクニカルの攻略方法その技術ってことになっております、はい、まあこういうふうに、ね、いろいろありますけども見てて学べば身についていきますでそれぞれがねそんなに20分も30分回る動画じゃありませんので何度か見れば身につくと思いますよ講義の動画これからもプラスアルファで付け足していくと思いますのでこちらの方で新しい技術講義の3334など ま身につけけていいただければと思いますねで。その次に Q&A っていうコーナーがあります Q&A は読んで字のごとく FX オリガルヒの受講生さんや速課塾の生徒さんがですね FX についての、うん、とってもいい質問が上がってきた分を私が動画で回答してるってことになります塾生さんに、えー、関しましてはですね中には動画付きで Q&A のクエスチョンを提出してくださる方もいらっしゃいますので そちらの方を取り上げて直接回答しているものになりますのでこれによってね共通の問題解決が進むと思いますし他の方がどんな疑問を持っているのかってこともここで一緒に分かるよってことになっております割とこれもねもう教科書にしてもいいぐらい役に立つものばかりが載ってますよはいえそれではねまだまだありますんで下の方に行ってもキりがありませんから 次はですね、日々っていうところがあります。おそらく毎日毎日、この日々っていうところを見ることになると思います。最も更新頻度が激しいのがこの日々っていうところですね。まさに日々前進、日々勉強、日々昇進ですね。えー、まあまさに私たちのエフェクスオレアルの日々を占う、そんな講義になっております。日々というところを一番よく使います。えー、例えば今日は3月8日なんですけども、 朝9時前にしてすでに2つの更新がなされています深夜3時と、えー、朝6時ですよねだいたい34時間に1回ぐらいは更新されると思いますで更新頻度が高ければ高いほど利益を取るポイントがその中に入っているということになりますので更新頻度が激しい時はあせめていい時なんだなと思ってくださいそれからね1日巻き戻って火曜日ですけども火曜日は4つの動画更新を行っております これで一日中のタイムスケジュールが見えてくるわけなんですよね。ですので深夜3時、朝6時、午後、それから夕方っていう感じで、まあすでに3、4時間に1回の更新で一日を網羅する形になっています。じゃあもうちょっと巻き戻して月曜日はどうでしょうか月曜日はたった2回の更新です。これがですね、13時半と深夜22時になっています。まああまり動きがない時とか、わかりやすい時っていうのはこういうふうに 動画の更新がそんなに激しくないよってことになってますえそれから3月3日金曜日ですけどもね金曜日はさすがにね更新頻度が高いですよ6回の更新ですからもしかしたらね見てる方が追いつかないかもしれませんねそれから3月2日になりますと動画更新は5個になってます1日のうちに5回動画更新されてますのでどのぐらい密度濃いサポートが行われているかってことが分かるんではないかなと思います はい。じゃあ、習慣まとめいってみましょうか。あの、中にはね、毎日毎日なかなか時間が取れない人とか、まあ、順調に時間が取れていたんだけども、うん、突発的にですね、今週はちょっと時間取れなかったなーっていう人がいるかもしれません。そういう方のために習慣まとめを用意してます。習慣まとめは読んで字のことし、もう過ぎてしまった一週間をですね、今週はこんなことがありましたっていうふうなダイジェストで私が取り直しているものです。ですんで、この中で大事だなぁと思うものは、 日々の方に帰っていただいて、ピンポイントで、えー、その部分、その時間を見ていただければと思いますね。ただ、この習慣まとめはねあの、そんなに長くは作れてません。10分くらいで作られてますので、えー、ぜひね、この習慣まとめは最低でも、忙しくても絶対見るようにしてください。あの、せっかく FX を学ぼうと思って折り返り入ってても、いや、こちらの講義を見ないんであればね、全く意味ないですから。でも、瞬間的に忙しい時ってあると思うんですよ。その時は、少なくとも土日のいずれかで、 この週間まとめをご覧頂ければと思います週間まとめには1週間を振り返るものと今後1週間をね見据えていくものまあ予測みたいなのがありますんで今後1週間はどのように動いていくかっていうところもきちんとね載せていますので土日もだから FX の更新がありますよってことですさあ次精神力のページです何があるでしょうかやっぱね FX を学ぶ上で精神力ってものすごく重要だと思うんですよ うん、やっぱり自分の決めたルールを自分で破ってしまうことが繰り返されれば、せっかるくテクニカルを覚えたのに、ギャンブルトレードしてみたりとかね、もうめちゃくちゃになっちゃいますんで、精神力を鍛えるために、えこちらの方も作り込んでおりますのでえ、時にね、ご覧いただければと思います。うん、私の精神力ってのはどのくらいかというと、FX の相場解説を7年間やっても全くペースが崩れないばかりか、どちらかというとね、ペースが増えているというところでも、 お,お分かかりになななるんじゃないいと思いますまた自分ではねちょっと言いにくいんですけどこういうことはね自画自賛みたいな感じでただ誰よりも継続力はあるのかなっていうのと分析力とねあとアウトプットも欠かさないっていうところはまあ私がね自負しているところでございます FX オリガルヒもこれから10年やりますよって言ってるとコロナ宣言できる人ってあんまりいないと思うんですよだいたいねあの塾ってサポート期間3ヶ月とか6ヶ月ですけどもいやさすがに FX って年単位でサポートしないと ダメですよ。そんなのね。<laughs> うん。ね、私はそう思うんですけどね。はい。じゃあ次、最後、雑談のコーナーです。まあ、雑談のコーナーはね、FX にちなんだいろんな雑談とか、あのー、あんまり大きい声では言えないことをね、話しております。面白おかしく話してますので、そんなにたくさんはね、作れていませんけども、まあ、月に1回ぐらい更新されるかな、ぐらいのおお、なんか長い目で見ていただければと思います。以上が FX オリガルヒのポータルサイトになります。 はい、えー、今回ご紹介するのは FX オリガルヒの動画投稿サイトあつまり YouTube 専門チャンネルになります動画をアップロードしてくださいって書いてますけどもこちらにはですね、まあ、一般公開してる動画はあございません全てですね、えー、限定動画になっておりますしそれから再生リストってところにまとめてられております再生リストには雑談っていうコーナーね精神力っていうコーナー日々 週刊まとめ、Q&A、A、講義というふうにポータルサイトに連動した形でまとまっております。すでに日々はもうね、788本。<laughs> それから他のコーナーもね、まあまあいいペースで積んでおります。私の FX の中級講座が44本の半年の講座になってますけども、それに匹敵するものがすでにね、この各コーナーに搭載されてるってことになります。で、全体の動画を見たい場合は、皆さんね、チャンネル登録をしていただいて、 ベルマークの通知もしておくってことになりますけども現在ね26名の方がチャンネル登録してくださってますまあこれが単純に FX オリアルヒの会員さんの数ではなくって1人の方が複数のチャンネルから登録してる場合もあってねそれぞれスマホで見たりとかパソコンで見てるのにしてるのかなと思いますけども、えー、こういう風なね使い方をしてる方もいると思いますので大体ね FX オリアルヒの皆さんって今22名のはずなんですよですんで4つ余計になんかね数字が反映されてます ただ通常はこの26ってものに関しまして26名の方が学んでいるって言い方をさせてもらってます。まあ混乱してもいけないんでね。ちなみにチャンネル登録をしているその一つは私自身ってものありますので、まああの26っていうのはね、ちょっとだけ水増しされてるかなってところがありますけども、まあおおむね22名が本当なんですけども、今26名の方がこう反映されてますので、あまり細かいことはね、ちょっと気にしないでいただきたいかなと思います。通常はこの数字を元にお話しさせていただいております。 そして、コンテンツってところに行きますと、こういう風にね、えー、動画の更新がバシバシ行われているのがわかると思います。まあ私の動画更新のペースっていうのはね、もう十分皆さんお分かりいただけたと思います。あの、見る方が追いつかないと思いますんで、あの、FX に関しましては、皆さんがね、いつ、えー、ログインしても、最新の動画が常にあるような形で私の方はね、気合を入れて動画更新してますんで、とてもじゃないけど全部は見れないと私も思います。 まあですんで、時間が過ぎてもいいんでね、こうやってすべてが2分とか3分とか5分以内の動画がまとまってますんで、すべて見ても1日に30分撮ることはないですから、少なくとも1日まとめてね、今日の動画は何かなって感じで、ああ見れる分だけ、できるだけ多く見ていただければ、確実なる復習と力がつくことになると思います。動画の投稿は本当にね、3、4時間に1回の目安で必ずしておりますので、深夜、早朝、それから午前、午後、夕方、 場合によっては深夜っていう感じでね、ぐるっと回ってやってますんで、どこでも私が FX のそばにいますよってことです。<laughs> この上でね、皆さんからの Q&A も受け付けますんで、どんどんご連絡ください。以上が YouTube チャンネルの紹介です。はいあ、いかがだったでしょうか。あとね、他のインターネットビジネス塾の方とか、FX の、えー、専門コンテンツをお持ちの方も、オリガルヒはもう隙のないコンテンツになってると。しかも、 久保さんぐらいのペースで動画更新する人は他にはあられないっていうふうに言ってますよねうん確かにいろんな FX の塾あると思うんですよ有名人がやってる方もいればね何十億稼いでる方が講義をやってる例もあります私も与沢翼さんの講義は受けたことがありますただレベルが高すぎて追いつきませんでしたですんでねやっぱりこう日々やり取りができる人と細かいところまでサポートを受けれるっていうのは何よりもの私ができるサービスだと思うんですよ ぜひね F X オーデリアルに飛び込んできていただければと思います。それでは連絡お待ちしております。よろしくお願いします。